どうもチカリタ TV の田代チカラです。今回なんですけど、無事モンゴルでのシーズンを終えて日本に帰ってきたので、その報告の動画を撮っていこうと思います。一応前回上げてる動画 Vlog なんですけど、そこでモンゴルから日本に帰ってくる映像っていうのは撮っていたんですけど、改めてちゃんと感謝というか今回のシーズンに関して振り返っていこうと思います。でまず最初に、今回のモンゴルでのシーズン支えてくださったサプライヤー様、スポンサー様の紹介をさせていただこうと思います。まずは株式会社プリンシプル様です。プロテインを提供していただいてるんですけど、これがちょっとタイミング悪くて、僕がモンゴルに行く前に受け取れず、モンゴルに行ってから送ってもらうっていう形を取ったんですけど、日本からモンゴルへの郵送っていうのがコロナの影響で止まってしまっていて、で多分最後6月とかには一応郵送できるようにはなってたと思うんですけど、結局送らずに日本で受け取るっていう形にしました。なので元々もらっていた分を持って行って、で途中で結局なくなっちゃったんですけど、で一応こっちに帰ってきてから受け取ったんですけど、こういう感じですね。一袋で3ヶ月分なんで結構大きいんですけど、これが2袋日本で待っていたという感じで、なのでこれから次のチームとの契約に向けて日本でトレーニングするときに飲ませていただいたり、当然余るとは思うのでその分は次のチームの方に持って行って飲ませていただくという形になります。概要欄の方にプロテインを購入できるリンクは貼ってあるので、もし興味のある方がいればそちらもチェックしていただければと思います。続きまして、株式会社 3S 様です。こちらはテーピングを提供していただいたんですけど、一応そのテーピングの名前としてはプレディっていう名前で売り出している商品で、毎回試合の時に手首に巻いたり、あとは足首にも巻いたりしてたので、サポートしてもらいながら試合に挑めて、で怪我なく終われたのですごくありがたかったです。こちらも概要欄にホームページ貼っておくのでぜひチェックしてください。で次がアンブロ様ですね。モンゴルに来る1週間前ぐらいにその話をいただいて、それも結構急だったので受け取れた商品、受け取れなかった商品っていうのがあるんですけど、一番大事なスパイクがですね、僕がモンゴルに行ってから後から送ってもらって受け取るっていう形を取ったんですけど、結局さっきのプロテインと一緒で日本からモンゴルへの郵送ができなかったので、こちらに新品のスパイクが1足あるんですけど、今回使えなかったのでこちらのスパイクも次のチームで使ってそこで活躍できればと思います。で今後はアンブロ様の商品に関していろいろと紹介する動画も作っていこうと思っているので、そちらの動画も楽しみにしていただければと思います。であとライフコンディショニング様っていう会社もサポートしていただいてるんですけど、前回のスリランカの時にインソールを提供していただいたんですけど、スリランカから帰国して、で今回モンゴルが決まるまでの間にちょっと会う機会がなくて、で新しいインソールを作れなかったので今回は名前だけの紹介になっちゃうんですけど、モンゴルから帰国してから一度挨拶には行かせてもらって、今後もサポートしていただけるということなので、次のシーズンはライフコンディショニング様のインソールを使ってプレーできると思うので、またそちらの商品も今後受け取り次第紹介できればと思います。あとは個人パートナー様の紹介です。こちらは名前だけ読み上げて紹介させていただきます。岩橋さとし様、 KJ 桃山様、ラガトレ訪問新旧様、松本義則様、愛口ジャコ様、林俊一様、大島健太郎様、増田様、島田直弘様、中島優太様、みゆき様、 GT トルネーション様、本郷様、高木英二様、上田雄太郎様、瀬田福森様、矢口和也様です。今読み上げた方々が今回モンゴルでのシーズンに向けて2022年個人パートナーとしてサポートしてくださいました。本当にありがとうございました。はい、という感じでたくさんの方に支えてもらって、3月から7月の頭までの短い4ヶ月という間でしたけど、怪我なくシーズンを終えて帰ってくることができました。個人的には出場可能試合が16試合ある中で15試合に出場して、13試合がフル出場で2試合は途中出場っていう感じで、で個人の結果としては3ゴール
1アシストっていう感じですね。まあ数字的にはアンカーとしては悪くない数字かなと思うんですけど、モンゴルのレベルであったり僕自身のチャンスの数で言ったらもっと取れたと思うし、その精度を上げていかないと今後レベルの高い場所に身を置いた時に通用しないなと思うので、その辺はもっともっと向上していければと思います。で、僕自身アンカーのポジションでほとんどの試合をプレーしたんですけど、プレースタイル的に相手とガツガツ当たるプレーが多くなるんですけど、その中で1枚もイエローカードをもらわずにシーズンを終えれたっていうのはすごくいい部分かなと思います。僕のシーズンハイライト見てもらえれば分かると思うんですけど、別に球際のところで引いてるわけでもないし、しっかりいってる中でカードをもらわずに奪えてるというところで、その点は今後も自信を持ってプレーできる部分なのかなと思います。で、昨シーズンスリランカで初めてアンカーでがっつりやらせてもらって、でさらに今シーズンモンゴルでやらせてもらったんですけど、去年1年の中でも最初の頃よりやっぱりシーズン終盤の方がいいプレーはできてたと思うし、で今シーズンに関しても去年よりも良くなったっていう自負はあるので、今後も良くなるように日々努力していければと思うんですけど、ただ今回のプレーっていうのがモンゴルだからできたプレーっていうのもあると思っていて、プレーしていて選手個々の能力であったりリーグ自体のレベルであったり、正直モンゴルはまだまだ低いと思うので、その点でモンゴルだから通用した部分っていうのももちろんあると思うので、今回よりももっともっと上のレベルに行った時に同じようなプレーをしてチームにプラスアルファを与えられる選手にならなきゃいけないので、そういうところをしっかり意識しながらイメージしながら日本にいる間はトレーニングに励んでいければと思います。一応そんな感じですかね、シーズンの振り返りというか僕自身がプレーしていて感じていたこととかっていうのはそんな感じで、まあシーズン中にいろいろとありました。監督が解任になったり僕自身も干されかけたりとかいろいろあったんですけど、まあそんな中でもちゃんとシーズン終わりまでプレーできたし、ある程度の結果も残せたので新しくいろんな経験を積めたなと思います。で、先ほど最初に紹介したスポンサー様へのリターンで今シーズン使用したユニフォームですね、こちらをこういう感じで用意してお渡ししてるんですけど、今順番に挨拶回りとかしながらお渡ししているところで、個人パートナーなのにまだ来てないよっていう人もいると思うんですけど、もう少々お待ちいただければと思います。で、次のチームに関してなんですけど、まだ何も決まってません。ただいろいろと僕自身こう考えてというかいろいろ動いたりはしてたので、その辺の話についてはまた次回の動画でお話しできればと思います。まだ次どうなるかわからないですけど、まだまだ体は動くし戦えると自分では思ってるので、これからも応援していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。